はい、今井良介 YouTube チャンネルです、音楽で日本を楽しくということで、はい、今日は何でしょう、またお題があるそうで、はいはい、今日はですね、はい、音楽家目指している人気になっているところだと思うんですけど、うんうん、あの事務所に所属して、活動するのか、それともフリーで頑張っていくのか、いろいろメリットデメリットあると思うんですけど、お互いちょっとそのメリットデメリットを中心に、今井さん論を、はい、これはそうですね、いろんな角度があるので、まあ今井さんも、うん、そのプロダクションを要は経営されている立場ですので、はいはいはい、事務所に所属した時のメリットをちょっと明確に教えていただけたら、うんうん、見てる人に参考になるかなと。なんかね、難しいなって思いつつも、事務所にやっぱりいることによって圧倒的にその音楽業界の中でのこうコネクションがタッチポイントが増えるっていうのは間違いないですよね。やっぱりじゃあ私のタイニーボイスっていうその音楽のチームで言ったら、やっぱ圧倒的な数のこうピッチオファーというか、つまりあのコンペシートと言われるような、はい、このメーカーのこんなアーティストがこんな曲を探してますみたいなのも山ほど来て、とにかく案件がすごいいっぱいまずあると、うんうん、というかいろんな案件にエントリーできるという強みはやっぱ個人でやってるより圧倒的に多いと思いますと。なので事務所があってしかるべきいい人っていうのは本当に実力があって本当にもう忙しい人とか、前回あの音楽制作の打ち合わせの時にチェックしておきたいこと10項目みたいなのやりましたけど、あの時に話したみたいなことを全部自分で本当にやり続けられますか、スケジュールの話からお金から権利の話から、その後だと契約書のサインして送って請求書書いて入金の管理をして、それから確定申告をしてとか、そういうことも含めて本当に一人でできますかっていうことも含めて、うん、個人でやって本当に人気があるというか、その実力があって案件がいっぱいあるにもかかわらず音楽制作に没頭できないって環境になるのが嫌だっていう人は事務所に入るメリットがまずありますよね。それから実力があるけど、もしくはこれから伸びしろがすごいあるけど、そういうコネクションがまだなくて案件がもっと欲しいとか、はい、これからやっぱりその自分のやる気と実力がいい意味で伸びていく中で、そういったあの第三者の力というかが介在してくれることで自分の実力とか立てる打席の数とかが増えるだろうって人はやっぱり事務所に入った方がいいと思います、はい、で、逆に合わない人って、はい、やっぱりそういうネットとかに自分でこう音源を上げてって自分でこう回収能力を金銭的にも、まあ、結局その今のネットのインフラっていうのは、まあその同意してアップする時点でそのプラットフォームが持ってる、著作分配とかに同意したことになるので、まあ、あんま難しいこと考えずにこうお金が入ってくるっていうこともあると思うので、まあ、そういった自分のマイペースさを保ちながら、要はクライアントがいるとかじゃなくて自分で作品発表して自分でマイペースにやっていきたいみたいな人からすると別に事務所なくても、うん、やっていけるなと思うので、やっぱりこの自分の中で完結する作品作りペースとか発表すればとかっていう人と、レコード会社とかアーティストの事務所とか、企業とかっていうのを、相手にもより広い場で、音楽制作をやっていきたいっていうケースの場合において、結構この事務所があった方がいい、別になくてもいい、なんかすごい決まっていくような気はしますよね。なんか、うん、環境としては昔に比べたらフリーで活動してきやすい環境ではありますもんね。あ、でも全然そうだと思います。なんか難しくて一番、うん、心が痛いのは今のこの子の実力もしくは伸びしろのスピードだと、まあ事務所とかで要はそのマネタイズするってことに関しては難しいだろうなって人が、じゃあ個人ならできるのかって言ったら、そういう人って個人でも難しいんだと思うんですよ結局、うん、だからその辺が事務所と向き合うこととか、プロと向き合うことで自分の実力のなさを早めに知って、ちゃんと違う社会に向き合った仕事につけるとかってなった方がいいはずの人が、ずっと夢見れちゃうのが個人でずっと作品上げれることだとも思うんで、まあ何かがバズ、何がバズるかも分かんないからはし、分かんないけど、はい、音楽業界ってなんかイメージですけど、どっちを選ぶかっていうよりも、まあ、このお題を出しといてなったんですけど、うん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 、
こうフリーで活動してて世の中の目に留まった時点で事務所に所属するみたいな。あ、でもレコード会社の契約なんか今もうまさにそうなってますよね。まあそうならざるを得ない状況もあるのかなとは思いますと。 なのでアーティストも本当にゼロから育てて、レーベルとともにちゃんと大きくなってきたアーティストもいれば、もともともうその例えば TikTok とか、ボカロとか、あとなんだ、ニコ動だ、はい、そうだそうだ、ニコ動とかそういったね、あの配信プラットフォームから、あとまあボカロ系のね、であるところでそういったレコード会社とそういった自分の力でのし上がってきて、ビュー数とかファン層のコアバリューがあるからこそいい条件で契約して、はい、まあ、それがソニーだったりユニバーサルだったりあるでしょうと。そこでさらに自分の知名度をよりこう底上げして、で何年か契約したら辞めちゃってまた自分に戻っていく人もいるわけですね。最近その事務所の存在意義っていうのも問われてます、ね、すごい難しいなと思うけど、それこそはあの YouTuber をたくさんマネジメントしてるウームさんとかも、はい、ね、やっぱみんな美容師と同じような感覚なのかな、なんかやっぱり誰かの師匠のとか、そう大きい母体有名な美容室とかに就職して入って、はい、そこでだんだんいろんなお客さんにスキルも上げて、いろんな案件ともまぐわって先輩にフックアップしてもらったりとかして、だんだん上がってきて、あ、もう独立できると思ったら辞めちゃうっていうのは、はいはい、方やあるでしょうし、はい、それを別に全員がそういうのをなって恩知らずとは思わない、それ自分でやっぱり食っていくってことを選ぶってことは別に社会経済活動して別に何も間違ってないことだし、うん、まあ、そのお世話になった事務所と独立後もうまく関係保ちながらやっていけれたら別にいい、やっていけるケースもあれば、やっぱりでも結局看板すごかったなみたいな人もいっぱい見てきてるかな、事務所はやっぱ優秀だったなとか、でもやっぱり物作って自分がやっぱそのフロント立てると誰だって勘違いすることなんかしょっちゅうあるし、うん、それはレコード会社のディレクターとかだってよくあって、はい、なんかこれこそ、ね、某レコード会社のなんか自分より全然若いディレクターだけど随分もうこうなんていうの、下に乱れてというかすごい言われようだなって思いながら、こっちが請負で向こうが発注元でみたいなクライアント感をバシバシ出してくる人とか、まあ、実際いたわけですよ。でまあ、それがもちろん大手のレコード会社の大手のディレクターだったりして、でその人がやっぱり何かのタイミングで独立して制作会社始めたりとかして、で何年後かに会ったらおそらく苦労されたんでしょうね、なんか急に言葉遣い変わってたりとか独立されたんですよねみたいな話したら、やっぱねどこどこ社の看板大きかったですねみたいな人、個人になってたらすごい苦労しましたみたいな人よく見るし、はい、なんかそれでちゃんと気づけて直せてるだけその人はやっぱ、まあ、もちろんあの、はい、すごく優秀なんだと思うんだけども、だからやっぱ最初に例えばさっきのニコ動でも YouTube でも TikTok でももともとバズ作れた人ってもともとその実力がのいくばくがちゃんとあるからそこまで来たわけじゃん、はい、だからちゃんとプロと組んでこれをなんか01はやりましたとか010はやったんで、これを100とか1000とか1万にする作業をよりプロとやって、この土壌ができたらじゃあまた残り自分でそこから先また、それの維持なのか、まあそこから増やしていくのかとかやっていくみたいなことはあるでしょうから。今井さんはどういう経緯を歩まれてきたんですか？僕は結局ね、誰かの弟子入りしたりとか、どこかのこう音楽事務所に入ったりっていうのは基本なくてですね、まあ、ほとんど、まあ、例外的にちょっと1年だけ行った事務所とかも、1、2年だけ行った事務所とか、まあ、一応ありますけど、基本的にはもうほぼ自分で、やってきた類だと思うし、あんまり自分がこう日本でこの人みたいになりたいみたいな音楽家がいなすぎて音楽始めた人なんで、要は自分の居所作れんじゃないかと思えたことは僕にとってはチャンスだったしチャレンジでもあったってとこもあるので、あんまりこう誰かの看板があったおかげで自分のキャリアがガッと広がったみたいのは思いをあんましたことがないんで、その分苦労した方だと思いますよね、どっちかといえば。なんかこう、自分で全部営業関係から経理関係から、そうですよ、確定申告とかも全部自分でね、今の電子申告インターネットある前だから電子申告じゃなくても本当にね全部自分で書いてね、税務署とかに持ってったりもしてましたからね。だからなんかまあよくや請求書もね請求書まだ手書きのあの複写式、ああ懐かしい、2枚になってて、はい、ボールペンで強く書くと2枚目が複写されてて、提出する子だけ判子をして封筒に入れて、なんかメッセージ添えるんですかね、この度もありがとうございました、ぜひこちらの請求書処理よろしくお願いします、経理担当者様みたいな、なんかそんなの書いてとかやってたよね、なんかね。なる
今思えばなんと面倒くさいと思いますけど、曲書くことにすごい専念したい、本当これはむしろいい意味で、はい、純度の高い音楽家の人って僕は応援するべきだと思うし、はい、そういう人いた方がもちろんいいと思うんだけど、はい、例えばタイニーボイスって会社は新しいあの作曲家を取るときに一つ質問して二通りのオプションを与えるんだけど、いわゆるこう完全歩合で契約していく人もいれば、まだ何にもキャリアのない中で所属するわけなので、まあ、最低限給与欲しいですみたいな、はい、でないと来月自分が住むお家の家賃が払えるか払えないかも分かんない状態ではもう心が不安すぎて音楽を書くようなそのメンタリティーが保てませんって人もいるわけ。でも逆もいるじゃん、もうこれここで頑張らないと払えないからうじゃーって書く人もいて、これはもう人柄なんだよね。なんか特に歩合を目指す人っていうのはやっぱどこかになんかそのハスラー精神じゃないけどがあると思うんで、最初のうちはエージェントお世話になったけど、まあそのうち自分でやれたらエージェントが取られた 20% とか 30% とかを自分のインカムにできるんだと思ったらそっちを選ぶ人もいるだろうし、逆に言ったらたった 20-30% で印税の処理とかからギャラの交渉から著作権の権利の交渉から、しかもなんかやっぱ第三者がやってくれることで強く出てもらえてた瞬間とかを実感する人もいるでしょうね。自分でやってみたらやっぱ思ったより交渉できないな自分っていう人って多分いっぱいいると思うんで、第三者でいる子がいてくれることの強みというか事務作業とその精神性で 20%30% 持ってかれることで逆に売却かけたら、例えばじゃあ100の仕事ができる人がこの 30% って曲書くのと全然違う作業じゃん。これが苦になる人だったらこれが結局音楽を書くというパフォーマンスよりはるかに負担になってくるわけよね。だったら70でも、同じ時間で2曲書けたらこれは140になる可能性があるわけですよね。100なのか140なのかの違いになる可能性があるぐらい、この作業って意外と音楽脳の人にはやっぱ向いてない作業だなって俺は思うのよ。うん、だったらなんか自分のもっとこの攻めれる曲をいい曲かけるぞっていう領域で勝負して、こんなことのいろんな処理とか気が重くなってる間にもう一曲書いて他のところにもう一曲提案できたりした方が本当は有意義かもしれないって人をたくさん見てきてるんで。でも 20%30% だったら今の話聞いたら、うん、僕なら絶対所属した方がいい。まあもちろんね、悪い事務所もあってなんかいきなり初期の契約が逆の 7-3 だったりとか、まあどんなに頑張っても 5-5 だったりすると、まあさすがにもうね、こう独立して自分の取り分増やしたいと思う人がいるのはまあ最もかなとも思うんで、まあこのあたりは別に納得してんならそれでねやればいいだろうしってところだと思うんだけど、まあ、業界違いますけどみんなが知ってる、うん、ところだとワイモト工業さんはね91で9位ワイモトさんって聞きますからね。9ワイモトで S 地区さんとかね、N プロさんとかの給与を見てワイモト工業さんのタレントさんがびっくりするなんてよく聞きますもんね。今はなんか改善されたっていう話なんか91だったら独立した方がいいなって思いますけど、うんうん、まあ、ある程度そこでね土壌がちゃんとね土壌ができたら、はい、そうね、91だったら1本やって10倍稼げるわけですもんね。今までの10本分の稼ぎを1本でできるんだったらそれはお得か、まあ多少だったらさっき言った事務作業を誰かに頼んでもいいわけじゃん、自分が雇ってそのお金でね。ただやっぱり、うん、あの業界は吉本が強すぎるって吉本って言っちゃったワイモトさんがねいやワイモトさんがやっぱ何がすごいって、もちろんテレビも行政も全部押さえて、さらにあれだけの数の劇場を持ってて、やっぱりその売れない芸人さんでも活動の場とか活躍する場は圧倒的に他の事務所より与えてあげられてるっていうところに、あとはまあ同じそのお笑いとしてのジャンルの中でもうずっと築き上げてきた信頼とか営業とかの本数が圧倒的にあるってことで、そこから成り上がっていけるっていうシンデレラストーリーがあるから、まあそれにみんなすがれるんだと思うんですけど、岩井さんみたいな音楽家×経営者、うん、まあ、将来何か自分で事務所プロダクションを経営していきたいっていう方はフリーでずっと頑張っていくっていうのも力はつきますね。うん、全然いいと思います、はい、全然いいと思います。ただもう本当に音楽だけに没頭したい、もう作ることだけに、うん、やっぱクリエイター、純粋に自分はクリエイターなんだと思う人はそんなことに脇目も触れず、所属に向けて頑張った方がいいです、ね、うん、所属とか自分の実力を伸ばすってことをすることで結局ね、それに目をつけてくれる人も必ずいるだろうし、うん、って思いますね。はい、なるほど、うん、分かりました。これで今のちょっと結論で見てくれてる人は、はい、
そうですね、判断ね。でもタイニーボイス、うちの会社だけで言ってもやっぱ新しい才能は絶えず、今いる作家にとってもいい刺激になるし、絶えずそういうね、新しい才能をもちろん求めてるので、今日の動画を見て、ああやっぱりなんかどっかね事務所探したいななんて思う人いたら、どしどし応募お待ちしてますというような感じですかね。はいはい、ということで、皆さんね、こういった音楽作りのティップスとかいろいろこれからもね、いっぱい喋っていきたいと思いますんで、チャンネル登録していただいてですね、またこの1万人達成したらコミュニティもスタートするかと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録していただいて、はい、一緒に音楽楽しんでいけたらと思います、はい、ということで、今回もユマイロス YouTube チャンネルありがとうございました。ありがとうございました。